好感度がハイパーマックス 120% の状態でいきたいからアヒージョもあげちゃう。一緒にニンニク臭くなろうぜ。クンクン親父臭いって、あーいいよ、いきましょう。いやちょっと KT ちゃん出ちゃった。今ごめん、これ今あの今のはなかったことにして、今のはごめん。あのさ、あれ俺も一緒に行っていいの、ミュージャンの世界旅行に。飛行機ペットの持ち込みできる？ワンワン、俺ミュージャンのペットになりたいよ。おう、ミューちゃんのいろんなとこにバター塗りたくって、俺がバターいっぱい舐めてあげたいな。うん、あっけーパンツ見てよ、ボトル取ってくる。ミューちゃんの赤いおパンティ見たいな。おー、いいなー、いただきます。いいね、やっぱ赤いパンティもいいね。でしかもあげちゃうよ、来週は一緒に旅行に行こう。なのでこのアヒージョをつまみながら一緒にさ、うん、大好きになってもらっちゃおうかな。あ、みゆちゃんごめん、ちょっとごめんね。あー、痛いな。あー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 、みゆちゃんごめんね。うん、私はどう？みゆちゃん、綺麗だし、身だしなみも整ってるし、好印象しかないよ。うん、そこに惚れた？惚れちゃったな。あ、私が綺麗だからハイとは会いに来てる？もちろんだよ。このさ、か細い僧帽筋に寄り添わないこのデカパイパイ、ミュウちゃんしかいないよ。オンリーワンさ。うん、エッチ層。俺の見た目はエッチ層？見た目でそんな感じ出てるかな。目つき、手つき、荒い息遣い、すべてがエッチそう。そうかな。意外にネット弁慶で外ではそうでもないんだけどな。ハイと獣。待って、俺ってそんなにギラついてるかな。ハイとの前に立つといつも感じる、私は食べられちゃうって。食べたいな。やりたいな。ミュウちゃんのさ、落ち首をこうやってつまんでさ、わかるだろ？俺はさ、落ち首の感覚忘れちまったけどよ、過去に落ち首つまんだ時俺もあったんだよ。その時にさ、落ち首っていうのはよ、大人の落ち首ってのはな、男の落ち首よりもでっけんだ、基本的によ。だからさ、乳首をこうやってつまむじゃないか。その時によ、この乳首をさ、ギャーってやったらどうなっちまうんだろうなっていう破壊衝動感じたことあるだろ。それを彼女に皮膚でのノンバーバル、いわゆる非言語でのやり取りするんだよな。キュッキュッキュッって、最初は優しくサワサワサワって乳首をつまむんだけど、だけどもそこでみたいな素振りで、何やめて似たやらないよ、そんなことやるわけないじゃないかみたいなやり取り、懐かしいな。そんなに食べたい？懐かしいな。私のこと食べたいな。ハイト、まだ飲み足りない？何か他にも注文する？もうこの話おしまい？もっと話がしたいな。私の報われた。俺は高校生の3年生の時に彼女いなかったんだけど、そのトレーニングをティッシュでやってたんだよね。あ、ティッシュって言ってもあのボックスのティッシュの割れ目があるじゃないですか。それで割れ目のとこに舌をこうやってうーって突っ込んで、そのままうーって鼻で擦るっていう、つまり何が言いたいかっていうと、首を右左にこうやって振動させる速度が一人も速いっていうアピールだ。ん？何の話したんだっけ。誰かと比べて勝ってるものってある、これだけは負けないみたいな、みゆかちゃんへの思いかな。バカ、そういうの卑怯。私を動揺させて何する気？合格。鼻使って合格したわ。話せたから。ハイトは私の大事な人メンバー入り。やったね。でもこういうのもさ、配信者って言ったもん勝ちじゃん。え、本当にそんなに上手なのって、それは分かんないんだよ。受け手がいて、やってほしいぜ、いつか俺が法改正をもらって、
配信、あの配信者ハイパー国大会、これからもしてー、私にしてーなー、会いに来ることしてーなー。俺鼻使うけどな、わかんない、繁盛だったら顎使うかもしれないね。あ、繁盛ごめんな、すまん、繁盛すまんな、うん、繁盛俺お前のこと好きだぜ。ああ、うん、会いに来ること。でも嬉しいな、お前かちゃん俺のことお兄ちゃんって呼んでくれるかな。お兄ちゃん、お兄ちゃんか。ん？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 これはとなると部屋はどうしよう。萌香が一人、別の部屋は心配。萌香が寝たら移動？ダメ、離れると心配。じゃあ旅行中はなし。何が？それでいい？お兄ちゃん。何が？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 ハイト、もう少しお酒飲む？飲むなら用意するけど。何？おい、酔わせんぞ。私も透明人間なりたいよね。なりたい。いろいろ悪いことしたいでしょ。したい。しないの？する。じゃあ何するの？もし透明人間になれたら。ああ、私からしてみたらね、透明人間とプラスあの時間手順物も好きなんですよね。透明人間になって、さらにアプリで透明人間になる、そしてアプリで時間停止にするっていうモードみたいなセッティング で、それであのいろんな人たちにいたずらしたいんですけど、今は僕は一途モードで見えうちにしか見えないんで、透明人間になりながらも時間停止をして、お豆をグリグリグリ、まずこうやってザ・ワールド、時間を止める。そしてミュウちゃんが例えばそうだな、今井のコロッケ屋さんでコロッケ一つくださいってやって、お金をあげるときに体幹が前傾します。つまりその時にスカートの後ろのところがプラッて上に向くんですよ。その時に時間停止して、そしてその最中に僕がお豆を人差し指でグリ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 ってやって刺激して、それでグリグリグリって250回ぐらいした後に時を戻すんですよ。でそうすると1秒間に250回分グリ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 ってされたまあ、いわゆる仕事量がミュウちゃんに一気にかかるんですね。でそれで、あっあっガーガッガーガッガッってなるのをこうやって見てたいですね。わお、わ、わお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 、ダメだ、ちょっとすまんすまん、めんどくせえ、ダメだ、めんどくせえや、めんどくせえ、めんどくせえ、めんどくせえ、なんかゴミねえかな、めんどくせえな。君知ってるかい、巨乳の神秘。君知ってるかい、奇跡のくびれ。巨乳が見られる奇跡の体、グラビアの星、あ、星の秋、あ、エロ本たちが、あ、捨てられる、あ、グラビアの星、あ、死ぬまで守れ、あ、パイを使いで、パイを使いで、勃起したい。タニマ、タニマ、ゴッド、タニマ、シルルフレル、ハチキュラソー。タニマ、タニマ、ゴッド、タニマ、水着、水着、防起した。
へーん。さて、ど、わざと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 、あ、6万9000か。あ、いいよ、金なら。ライトちゃん、俺ダメだ、記録に残したい。ごめん、すまんすまん。外ではカオルって呼んで。カオル、ごめんカオル、まだ慣れてねえや。許してほしい。じゃあいつもの。え、でもモイカちゃんが起きちゃったら。許してほしくないの？ほら、早くいつもの。愛してるよ、ハイト。ハニーガーデン。